カジミエシュ4世は、ポモジェの、スープスク公。スープスクイコールボルガ公ボグスワフ5世の長男、母は、ポーランド王カジミエシュ3世の娘エルジュビエタ。姉に神聖ローマ皇帝カール4世の日、エルジュビエタがいる。賢の名前で呼ばれることもある。カジミエシュ4世は、母方の祖父である、ポーランド王カジミエシュ3世にとっては、唯一の孫息子で、非常に親しかった。 1370年に亡くなる際、カジミエシュ3世は、自分の王国を、孫のスープスク公主と老いのハンガリーオーライオシュ1世の間で分割相続させるという遺言し、孫には、ドブ人、ブイドモシチュ、クルシュビツァ、ズートゥフ、バウチュなど、クヤビクゲの世襲領地を与えると決めた。しかし、ポーランドの貴族や高位聖職者たちは、かつてのポーランド王国の分裂状態が、 再び起きるのを恐れ、国王の遺言を無視して、王国領のほぼ全域投函を、ハンガリー王に差し出した。結局、スープスク公使カジミエシュには、フォードという形で、ドブ人が一時的に与えられたのみだった。1360年、カジミエシュ4世は、リトアニアのアルギルダス大公の娘ケンナと結婚した。カジミエシュの母方の祖母、アルドナは、 アルギルダスの姉妹だったので、ケンナとカジミエシュは、親族関係にあった。ケンナは、東方正教会の信徒として育っており、結婚に際して、ローマカトリックに改修し、新たに、ヨハンナと名乗った。ケンナは子供を産まないうちに、1368年4月に、亡くなった。翌1369年の4月、カジミエシュは、 マゾフシェコーシェモビト3世の娘マウゴジャータと再婚した。カジミエシュは、この結婚でも子供を儲けることができず、1377年に亡くなると、腹違いの弟バルチスワフ7世が、スープスク公国を継承した。未亡人となったマウゴジャータは、シロンスクノル・ビィン公ヘンリク7世と再婚した。ありがとうございます。